教えちゃうぞ。紙とペンの用意はできたかな。今回はグッとやっぱりスーパーサイヤ人なんで、睨んでる感じにしたいと思うので、ちょっと真ん中よりちょっと下げた位置ぐらいに眉間を描きます。で、眉毛をグッと左右に上げていただいて、同じぐらいのバランスで眉毛を描いたら、続いては目。ここでチェック。一応目は、眉毛のここは必ず出してください。ぴったりにならないように。ここはポイント1、目を描くときは眉毛の両側を開けよう。さらに瞳の部分も重要。キリッとした目なんで、眉毛にぴったりくっついて両目を描いてもらいたいんですけど、半円よりもっと上に入れた方がいいんです。半円よりも小さくするとスーパーサイヤ人感がアップ。続いて鼻、輪郭、口を描いていくのですが、ここでもチェック。右側を口角上げ目に描くのが先生の特徴だったんで、僕もそれ引き継いで口角を上げ目に描いてます。そしてスーパーサイヤ人の特徴である髪の描き方。スーパーサイヤ人は通常の僕より髪の毛が太くて長いんで、生え際から一回上に上がってから下に下がるっていう髪になるんで。ポイント2、前髪は一度上に上げてから下ろして描こう。さらにスーパーサイヤ人の逆立った髪の描き方は、シルエットを描いちゃいます。シルエットの後に中身を描いていくっていうやり方をしますね。ちょっとこの辺までいきます。だんだん太くなってって上に集合していくっていうようなイメージですね。髪全体のシルエットを描いて、ここに合わせて後から中身を描いていくようなイメージでいきます。ポイント3、髪全体のシルエットを描いてから中の髪の毛を描く。すると髪が立体的に見えてスーパーサイヤ人らしさが出るぞ。というわけでスーパーサイヤ人の完成。